谷川君、うん、どうしますか。まさかな、今年になってやな、俺の原付分かるやろ。ああ分かりました。原付取られたんや。え、うそや、お前の、はい、ガチや。パクられたんすか。パクられた。仕事も行かねんかったって。マジでそんなことあるんすか。兄貴にも社長にもブチ切れられるし、そんなお前、うん、そんなことありえんやろお前って、今日はそんな取るやつおるかい言うて。もうそれ現に取られたからな。それ遅刻とかね、やっぱしてまいりますもんね。そりゃそうやって、ありえんよ。どこに置いてたんすか。普通に家んとこや、まあ、知るやろ、駐輪場のとこ、はいはい、箱。あそこですか、うん、俺も大事にしてるやつがシートかけとったんや。ああの一応なんちゅうこのワイヤーの防犯防止のな、はい、あの鎖もやっとったんやけどな。それで取られたからな。やっぱ結構なんかあのいじってたじゃないですか。いじっとった。せやか余計ななんか思い入れあったから、昔乗っとったやつを俺再現したんよ。はいはいはい。なんかもうそれでな、部品もかき集めてもうそんなんやっとったんやけど、実際取られたの初めてやね。はいはいはい。今回なんかそのバイクとか取ったことあるけど、取ったことあるけど取られたの初めてやね。まあショックやね。やっぱ人それぞれってさ、物に対しての思い入れってあるやん。うん、俺もやっぱそのあのバイクに対してむちゃくちゃ思い入れあったわけよ。あれめっちゃ時間かけて。時間かけてよ。金も結構あの原付の塗装だけでも俺5万ぐらいかけてるわ、あれ。マジっすか。いやほんまにほんまに。すぐに組まんとさ、時間かけてエンジンも全部バラしてさ、はいはいはい、コツ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 やっていったやつやからめっちゃ思い入れあったんよ。もともと誰かに狙われてたんちゃうんすか、今あれ。かもしらんしけど、結構もうないような部品もいっぱいつけとったから。ああ。それもちょっとショックやね。いやそれあれなんですか、警察行ったんですか。まあ一応な、うん、もう出てこない思うけど。えどんな感じで言われたんですか、警察は。警察の人も知っとったわ。あどうか分からないけど、谷役のことね。そうそう、うん、あ YouTube やってはりますよね、うん、ひょっとしたら企画ちゃうんですかとか。えいやいや、そんなんでこうへんやんて。いやそりゃそうですね、うん、逆にそれで言ったらやばいですもんね。いややばいよ、そうやったらね。これトライしたらええのって。いやでもなんかまあ考えへんかったら。そうそうそう、分かんすよね。車なんか行けんことないけど、車に行ったら余計ちょっと不便なとこやからさ。あ時間もかかりますもんね。そう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 、朝やったらね、うん、もうめったにその車使う時以外めったに車で行けへんから。うん、これほんまショック。代わりのバイクとかないんすか。ないね。あマジでね。やっぱまあとにかくちょっとバイクの免許も取ったのにね。そう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 、バイク乗られへんのだったらちょっと辛いですね。今日も今いっぱい持ってんの知ってるやん、はいはい、だけどちょっと昔みたいな感覚で貸しやって言うわけにもいかへんし、今日はもう気持ちよく貸してって、いやいや乗っときやって言うてくれるけど、お前な今となったらちょっと、今となったらやっぱ俺らもそんな軽いな気持ちでそんな借りられへんし、まあちょっと困るよ。俺じゃあもうチャリンコかなんかもうまたもうなんかあるやん、中古屋のもう3年5年ほど売ってると思うから、もうママチャリかなんか買うてちょっともうそれいいかもしゃあないわな。でもやっぱそんな窃盗団みたいなのいてるんですね、今。ほんねんな、まだな。ええ、まあ、バイク。まだな、はい、その今、バイクやったら分かるわ、今ちょっと増えてるやんか。バイク多いらしいですね。全国的にな、うん。まさかあんな50の原付取られる思わへんで。でも一瞬で谷川君もパクろうと思ったらパクれるでしょ、あれ。え一瞬じゃん。あ、まあ、だからそういうのがあるからちゃうんですか、やっぱすぐこう、うん。ちなみに何秒ぐらいでパクれるんですか、パクろうと思ったら。俺、めったにやんないよ、ジョグ。はい。あれ、俺、2秒やったらエンジンかけれんで。それも2秒から3秒やな。それマンション上から見つけても下降りた時にはもうなくなってるやつじゃないですか。なくなってるやつ。まあその辺の話どうでもいいけども、一個一個のパーツにめっちゃ思い出あったから。ありがとうございます。そうです。バチ当たってんて。バチか。俺そのもうバチ当たる。あ昔のな。うん、うん、もう窃盗の谷川言われたからな。あ、ね、なるほど。そどんな感じなんそれ、警察行ったなんて言ってんの。いや警察行ったらね、社長なんでしょう、受付のとこあるやん、うんうん、受付の羽根京警察。そうそうそう、うんうん、行ってほんであのすみませんバイク取られてちょっと被害届け出したいんですけど言われて、うん、言うて、うん、YouTube されてはりますよね、うんうん、あそうあすみません言うて、うんうん、またいいねよろしくお願いしますみたいな、いつものノリで言うてんけど、ほんでそこでさ俺またあのどっか刑事課かどっか行くんかな思って、うん、ほんで行ったらもうそこでちょっとなんかどういう状況でした、どこで取られましたと、えここでって思ってんけど、うんうん、ほんでなんかもうそれコロナの関係あるのかな。いや分からへんね。ほんで、企画ですかみたいな。あ、YouTube の YouTube のこれ、笑いながら、いやほんまちゃいます、ガチなんですよ、これほんまに取られたんですよって。それでもまだ結構言うてくんね。前のキクちゃんの顔面殴られたとかも嘘ついてるから余計ちゃう。あー、多分残念あると思うわ。で、でもほんまほんまなんでそう言うて、ちょっと待ってくださいねって、多分係の人を繋いでもらって、その刑事課いうとこかな、うん、そこ行って、うん、でそこのまま一応調書というか、まあ被害あ一応あれはまあ相談というかあれまいて、うん、そんなんでもどないして仕事行くん。いっせえね。だから俺もな、もう兄貴にも電話入れて、うん、社長にまあごめんって、うん、朝起きたら原付あれへんねんって、
そんな興味そんなんすらずおれへんやろと。仕事休んだ。休んだよ。あ、休んだよ。休まんしゃあない。お前電車で怖いとか言われたけど、いやとりあえず警察行っても、もうそれ軽病や思われてんじゃん。いや多分思われてるよ。逆にここで現地でありましたって言ったら、田大君も今回軽病。軽病、うん、もうあんまられへんよ。ほんまに見つかる。ほんまにほんまに。それやからね。もう外装かね、外装。ほんまに。でもおんねんな。いや、それはでもな、中学の時そうやったやん。うん、俺らも、まあ、一番最初、中学校の時って、27インチのサドル持って、ボコンしに行ったやん。まあ、ハサミとかもそうやろうけど。まあ、だからもう、一番最初やし、うん、もう子供らがパクったんじゃん。パクったやろな。いや、でもな、俺、ずっと思うね。今の若い子らって、なんかあの、ワンツーファイブ乗ってる子ら多いやん。うん、ちょっとあの、90とか、うん。ちょっと昔とちゃうやん。昔やったやん。今のほら、大阪もそうな。沖縄はそうらしいな。キクちゃんが言うには、もう昔からワンツーファイブとか90しかおらんし。うん。でも最近のこの辺の若い子らもそうやわ。ってことは、うん、現地で免許じゃなくちゃんとしたと乗ってんねやん。そうそうそう、ZR とかアプリオとか当時のあるやん、うん、ないな、見えへんねん、うん、確かにあの ZR とかアプリオ見えへんな、見えへんよ、まだメットインの方がまだもともと普通の人も乗ってはるから、そう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 、まだおるな、うん、もうチャンパーレースなんか見えへんで、6ビットかな、6ビットかな、6ビットかな、いやほんま、チャンプなんか今30万ぐらいするらしいやん、え、そらそら、らしいな、めちゃくちゃするよ、え、もう旧車、原付の旧車ですか、原付で一番欲しいんやけど、あの辺は買えません、うん、チャンプな、チャンプ買えへん、視聴者の方々、うん、あのチャンプあれそう、ぜひ、あの、ください、はい、待ってます、持ってる方ください、待ってます、金曜日やな、あ、2日前か、あ、2日前、えぐいで、えぐいっすよね、 あんな仕事頑張って、うん、でもツイッターいい感じじゃん、あ、むしろね、ツイッターな、うんうん、なんか谷川君のあのツイッター見てなんかこう励まされてる人も多いみたいで、いやいや、ほんまにね、うれしいよ、なんかでもいいよな、こうなんか背伸びしてない感じやん、うん、ツイッター的になんかこう、うん、なんかこう庶民的な、まあほんまに実際働いてるし、やらせじゃなくて、うん、ほんまに働いてちゃんとやってるし、はい、その勤務内容とかをこう載せてるから、うん、なんかこうお金ありますよ、成功しますよとかじゃなくて、うん、なんかこう共感入れるのかなと、うん、多分ほんまそうでしょうね、なんかあれでもやし、うんうん、作業で言うたらもうほんまワンパターンやんけど、まあ色塗ってとかそれだけやねんけど、昨日はちょっと特殊なやつやっとったけど、でも書いたら麺とあのお米が好きなんですねって、そうやな、あのじゃあ今めっちゃ暑いから、うん、もう蕎麦とかしか食われへんのよ、あー、なるほど、それで、まあ、あのちょっとしたサラダとか、ちょっとしたあの稲荷とかあるやん、通りやすいもん食うてんやけど、うん、マジ食欲ない、それ原付の件もあるんじゃん、ちょっと痩せたもんな、痩せた、80ぐらい、今80ぐらいな、うん、痩せたもあるし、うん、俺とかギグちゃんの横おったらめっちゃちっちゃく見えんね、いや、ほんまにな、いや、それは間違いないですね、うん、普通80とか85ぐらいあったら大きいからな、うん、それでも、うんうん、バイクとかも人のものをやっぱ取るっていうのはすごい不便や、車でもやっぱあるやん、あるある、車の窃盗とかでも自分がどっかにおって出た時に車取られたって考えてみ、いや、ほんまや、昨日おとついやったかな、なんか和歌山の方でさ、ニュースでやっとったわ、シビックかな、取っとって、あ、取られてたな、うん、もうその店員さんも出てきてバーン離れとったやん、あ、そうですね、ほんまや、あんな前おんねんな、みたいな、でもシビックとかあんな旧車とかもそうやけど、うん、汗とかで巻かれてますから、先輩らも、あ、そうやな、それ取りに行くでしょ、うん、窃盗しに行って、うん、その時に垂れた汗とか DNA それだけで捕まったりとか、すごいな、警察もすごいよ、すごいすごい、ほんまに、まあでもほんま良くないですよね、それは、うん、それによって、例えばそのただ現地が取られただけじゃなくて仕事にも行かれへんなったり、うん、ないろんな影響が出る、例えば家族でどっか出かけに行かれへんなったり、うん、やっぱりこの経済面だけの損失じゃなくて、そうそう、あんな保険入ったん、自賠責だけやな、事故した時の、もうまんまポンパーやん、ポーや、そりゃ俺もちょっと急遽ちょっとお金借りてるんで、ほんでお金借りてもうちょっと自転車買いたいからって、なんでや言うて、自転車あの距離行かれへんねん、いやもうしゃあない、もうチャリンコで行くしかないわ、もう車ちょっとめっちゃ遠いって、うん、うん、遠いけど、もうもうその分俺今5時やん、起きてんの、うんうん、4時半とか起きてる、そうそうそう、5時、そうやか、もう4時くらい起きて、もうしゃあない、いや、いやもうちょっと、もうまあな、仙人やね、仙人、仙人、仙人、それでもやっぱ仕事やな、まあ、することは仕事もちろんやけど、うん、仕事あることに関してやからな、うん、感謝感謝、そりゃそうやで、そうやないと仕事があって今あるから、うん、仕事のな、軸だけは崩したくないから、まあでも何色のメットインやった、オレンジ、赤か、赤なの、赤、うん、赤のメットインでなんかクリアテールとか入ってると思うんですよ、そうそうそう、もうIC もクルクルも入れてるしね、あ、なるほど、ナボグラも入れてるし、そうそう、結構いじってて、そうそう、こんなまだおるんっていうな、そう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 、ほんまに当時僕なんか15、16年のみんなが乗っとったようないじり方してるんで、まあ、見たら分かると思うんですよ、うん、でもなんぼバラしてもエンジンどんだけバラそうか何しようか僕すべて分かってるからね、あ、何がとかね、何がとか、これ俺のやって、うん、もう全部分かってるから、うん、うん、
それだけも愛情込めてたんですね。そうそうそう、もしあのこの YouTube 見てる方、うん、犯人の方言うときます。もうどこでも、うん、どこでもいい、どこでもいいから、もう現状でもいい、うん、バラしとってぐちゃぐちゃでもいい、置いときとか、うん、分かるようなとこに、うん、人目の何も言えへんから、何も言えへん、うん、探しもせえへん、うん、ただバイクだけ返して、うん、もうどんな状況でもいいわ、うんうん、そこまで思い出やっぱ込めてやってるから、そう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 、ちゃんとほんまに、うん、あとまあ情報とかあれば、ただこういうことを呼びかけたらやっぱり嘘の情報もいっぱい来るから、いっぱい来るな、あれやけど、うん、まだよかったらあのどこどこで見たよとかあったら、うん、あの赤のメットインで全部クリアテールです。うん、クリアテールね、はい、後ろちょっと軽く羽ついてたっけ、羽ついてる、うん、ジョグジェットの羽もついてる、ジョグジェットの、うん、あの羽もついてるからちょっと印象強いと思うんですよ、うん、見た目はほんまに綺麗ですわ、うん、赤でね、うんうん、特徴ある赤で、ヘッドライトも黄色で、うん、あ、そうやそうや、ヘッドライトだけそうやな、うん、ヘッドライト、あのメットインの黄色っていうのはないんですよ、あ、相手ないのを俺はちょっと自分で作って、好きすぎやなもうあれほんまショックや、うん、まあほんまちょっとあの皆さんあの、うん、YouTube でこうやって応援していただいて、うん、特にこのあの羽引きの界隈の方々、はい、ちょっとそういうの見かけたりとかあったら、コメントとか僕ら全部コメントチェックさせていただいてるので、はい、情報いただけたらと思います、うん、あの、はい、もう一回言っておきます、乗ってるとこ見つかったらもう俺は許さんし、もうほんまに今持ってる方何度も言います、分かるところに置いといてください、うん、あとあと探し出して、はい見つけました、見っけってなったら、もう警察も行かなあかんな、こっちも持ち団取る規制しな、そうそうそう、相手がなんぼが15、16の子供やったとしてもやっぱそこは親やと思う、ちゃんと話させてもらわなあかんことにもなるし、だ親御さんもほんまにそうそうそう、あのちょっとあの息子さんら、うん、ちょっと思い当たるような息子さんらいてたら、いてたらね、ちょっと声かけてほしいです、はい、もうそれ正直に言うてきてくれたら、とやかく言うこともないんで、何も言えへんから、何も言えへん、うん、すいません言うて、うんうん、別に潰しとった潰しとったもそれ以上お金も請求することもないし、うん、ただ普通にすいませんでした言うて、まあそこで俺はちょっと説教するかもわからんけども、うん、まあまあ、まあ、どんな状況でも帰ってきてくれたらそれだけでももう、ね、うん、気持ち的にはまあそんな感じの今日は YouTube でした、はい、まあまあね、あの暗い感じになりすぎてもあるかなと思ったけど、うん、まあでもせっかく YouTube やってるし、はい、こういうのもできたらな、ね、まあ、これも日常ですわ、そうそうそう、あ、まあ、日常の仕事だからね、うん、まあ、そんな感じです、皆さんのご協力よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いいたします、ありがとうございました。